ビューティーバーサス添えさんだい。続いてのテーマはハッピーな気持ちになるメイク術。それではどれだけ可愛く変身できたかを審査する3人の審査員から、自分だけでなく人も幸せにするハッピーメイクとはどんなものかお答えいただきましょう。สวัสดีค่ะแป้งคิราลีค่ะบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะสำหรับการแต่งหน้านะคะให้ดูแบบแฮปปี้สดใสนะคะแน่นอนสีสันจะต้องสดใสนะคะส่งถึงความแบบสดชื่นสดใสสนุกสนานให้กับคนที่ได้เห็นค่ะちなみに今日はハッピーメイクですか？ハッピーです。กรรมการท่านถัดมานะคะคุณโคเซกิเรนค่ะはい原宿系モデルのコセキレンですよろしくお願いします今チークもリップも涙袋も結構ピンクを混ぜてるメイクにして見てちょっと柔らかい印象にするのが私のハッピーメイクです。さあそしてギタリストマーティ・フリードマンさんです。マーティ・フリードマンです、よろしくお願いいたします。僕はそんなに毎日メイクするわけじゃないから、メイクするんだったらやっぱり何かのイベントとかショーとかライブとかテレビ番組とか、その時は必ずハッピーだから、毎回メイクするんだったら僕はハッピーです。おーということで今回はですね、ハッピーメイクを得意とする女の子同士の対決です。皆さんもぜひハッピーになってください。美しく変身メイク自慢、対決する2人はこの方たちです。はい、やってまいりましたが、2人ともハッピー感が伝わってくるのに全然こうメイクは違うっていうのはすごい面白いなと思ったんですけど、ティップさんの方はなんか内側からすごい楽しいんだろうなっていうのが伝わるメイクなので、どういうのをポイントにしてそのハッピー感を伝えているのかすごい気になります。ねえ、ではそんな女の子たちに登場してもらいましょう。2人ともね、本当にハッピーメイクをされているわけですけれども、どんなところに工夫をされているんでしょうか？ก็คือว่าเราทำการปิดข้อบกพร่องของเรานะคะก็คือที่คิ้วกับที่ตาเมื่อเราปิดข้อบกพร่องของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถแต่งหน้าที่เรารู้สึกมั่นใจเมื่อเรามั่นใจปุ๊บเราก็สามารถสื่อความสุขจากภายในให้กับคนอื่นได้แฮปปี้กันค่ะコンプレックスをそうやって解消させることがハッピーだと。なるほど。セナナさんは？私はカラフルなメイクが基本となってます。で、下にシールを貼ることで目のコンプレックスであるクマとかたるみを隠しています。で、下まつげは描いちゃってます。描いてる、はい、描きまつげです。あ、意外と言っては失礼ですけど、かなりこう繊細なテクニックがね、キライさん使われてますね。คือเมคอัพของเซนานันซังอะค่ะคือมองแล้วรู้สึกแบบสนุกอะเห็นแล้วแบบเฮ้ยเป็นเทคนิคอะไรหลายๆอย่างที่ใช้สีสันได้แบบน่ารักอย่างคิ้วของเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะขนตาก็สีชมพูแล้วแบบการปัดแก้มปกติเราก็จะปัดแก้มเฉียงๆใช่ไหมแต่เขาปัดเป็นวงกลมแบบดูน่ารักมากแล้วเทคนิคการใช้สติ๊กเกอร์มาแปะแบบแพนด้าใต้ตาเนี่ยแบบเพิ่งเคยเจอคนแรกเลยค่ะでは皆さん、はい、お二人の素顔見せていただきましょう。ではスピンタイムです。せーの、クレンジングスタディアム、マルイ。さあではお二人のクレンジング道具見ていきましょう。ティップさんの前に並べられているのはつけまつげ用リムーバー、アイメイクリムーバー、クレンジングオイル、洗顔フォーム、泡立てネット、ピーリングジェルということになっていますね。さあそしてセナナンさんの前に並べられていますのは食用のオリーブオイル、ミューズ、泡立てネット、眉玉です。ミューズと食用オリーブオイルが今ちょっと頭から離れないんですけどちょっとね、そのあたりどう使っていくんでしょうか。ではお時間です。คุณทิพย์พร้อมไหมคะ？พร้อมค่ะ。セナナンさんも準備はよろしいですか？はい、頑張ります。ถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ。せーの、ビューティーバーサス、สวยสั่งได้。つけまつげ用のリムーバーを使ってつけまつげを取りにかかります。
ボウルに溜めた水に今シロップ、これが眉玉でしょうか。うん、ティップさんが手にしたのはアイメイクリムーバーですね。両眉本当にピンク色ですね。特徴的なこのピンクのつけまつげも取っていく。そしてセナナンさんの今食用のオリーブオイル、こちらが開かれた。本当に料理で使うやつですねこれね。กลิ่นมันจะเหมือนอาหารนะคะก็เลยคงไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่まあ、ティップさんもコンプレックスと言っていた、まあ、目元ですけれども、メイクがどんどんと落とされていきます。あー、キューハイキューハイキューハイ、はいですね。二人ともギャップが出そうですね。そしてミューズ、おっと顔に行きました。すごい、大丈夫なのかなって心配になりますけど、やっぱ手を洗うっていう印象が強すぎる。はい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 。あ、そしてここで眉玉に手をかけました。眉玉ってこれ何に使うものかご存知ですか？ตัวรังไหมขัดผิวอะค่ะก็คือที่เมืองไทยของเราก็ใช้กันมานานแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แบบเหมือนอย่างเช่นคุณแม่ของเราอะไรเงี้ยเขาจะชอบใช้มากเพราะมันดีกับผิวแล้วก็ช่วยสครับเอาพวกเซลล์ผิวเก่าอะไรเงี้ยออกได้ดีค่ะそしてここでティップさんにも動きがありました。どうやらピーリングジェルを今手に取ったようです。私も使ってます。あら、レンさんもどんなものなんですか？ポロ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 落ちてくんですよ、古くなったものが。ピーリングっていうぐらいですから、むけるような感じってことですか？そうですね、もうなんか一枚皮がめくれてるんじゃないかみたいな、ペロンっていきます。さあ、どうやらお二人とも手が止まりました。และตอนนี้ทั้งสองคนก็ล้างหน้าเสร็จแล้วค่ะ。この後、すっぴんの公開です。セルフィーとすっぴんを比べて、よりギャップがある方が勝ちとなります。はじまれか。さあ、まずはティップさんでございます。さあ、マーティさん、どんな印象でしょうか？まあ、ハッピーさが伝わってくるんですよ。ということはメイクのおかげじゃなくて人間のおかげで、あのハッピーさが伝わってきました。なるほど。ハンマレカ、さあ、こちらセナナンさんですが、ダデンさん、一番気になっているのはミューズ。ミューズを使ってからでも、まあ、刺激強すぎたりってことはないわけですか？はないですね。もともとがやっぱり油、もう油、油の油田みたいな。それでもうオリーブオイルでちょっともっちり系の洗顔とかを使っちゃうと、もうベタベタして次の日もベタベタするぐらいになっちゃうので、で、あとミューズだったら本当にさっぱりします。見事なテクニックでギャップを見せてくれた2人、審査員の心を射止めたのはどちらの女の子？勝者はどちらでしょうか？セナナンちゃんです。セナナンさんの勝利。おめでとうございます。おめでとうございます。インディーロイナカー、ความรู้สึกที่ได้เป็นผู้ชนะเป็นยังไงบ้างคะ？まあ、サニーは自信があったので、自撮りとサニーは自信があったので本当にありがとうございます。セナナンさんのハッピーメイクとは何ぞや。ポイントはとにかくピンク。アイシャドウも可愛いハッピーなスタイルにします。マスカラも髪の色に合わせます。
けまもハッピー。気持ちいい。下まつげは描き入れます。ところで、あえて下まつげを描く理由はあるのかな。コンプレックスをシールで克服したりと、とにかくハッピーなスナナンメイク。これが私の自慢のハッピーメイクです。みんなが幸せになれる楽しさがありますね。เป็นเทคนิคที่สุดยอดเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณคิลาริคือการเมคอัพของคุณเซนานานะคะคือดูแล้วสนุกมากๆเลยคือเป็นการใช้สีสันที่แบบสดใสคือมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอะไรก็ตามนะคะแต่ว่ามันเป็นการใช้สีสันโดยที่แบบมีบาลานซ์ที่ดีมีเซนส์ที่ดีออกมาเป็นแบบเป็นอีกหนึ่งผลงานสมกับที่เป็นอาร์ติสเลยค่ะそしてジプさん惜しくも敗れてしまいましたけれどもいかがでしたか？ในการแต่งหน้าของเราเนี่ยคือทำให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วความสุขนั้นเนี่ยนะคะก็จะส่งต่อให้กับคนอื่นด้วยค่ะいやすごいですこの間近なハッピーオーラすごいです皆さんにティップさんのハッピーをお分けしましょう。ティップさんもピンクを使ったハッピーメイク。優しく見える眉毛を描きます。しっかり描いた後柔らかくぼかします。アイシャドウで垂れ目を引き上げます。アイホールのくぼみにピンクをのせます。そして二重幅には濃いピンク。こちらまでハッピーになりますね。นี่คือหน้าที่แต่งสวยแล้วハッピーสุดๆค่ะメイクでハッピーになろう。今回も大変学ばせていただきました。ね、ใช่แล้วค่ะผู้หญิงทุกคนนะคะสามารถสวยขึ้นได้ด้วยการแต่งหน้าค่ะเมื่อสวยขึ้นแล้วความมั่นใจก็จะตามมาดังนั้นเนี่ยทุกคนที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะคะก็สามารถสวยขึ้นได้มาดูรายการนี้แล้วสวยขึ้นไปด้วยกันนะคะ Beauty Bye สวยสั่งได้